どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。ボーリングジャパン冬場所のお時間でございます。今回は第4戦安藤ひとみプロとの対戦です。はい、第3戦はですねホリピーと戦って負けてました。見事に負けてました。はい、第4戦安藤プロとの対戦はストライク12号で勝ちたいと思います。それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。ありがとうございます。さくらちゃんパン食べながらありがとう。あ、まだ食べてない。はい、いきますよ。皆さんストライク、ストライクの山を。危な、あの頼りないピンアクション読めてない。まあでもストライクはストライクです。リフレにアジャストしたいと思います。ちょっと幅取りすぎなのかな。さあ、いきますよ。お願い。データジャストでナインとかもう本当にショックしかない。さくらちゃんも最後あれ、なるほど。とりあえずスペア、はい、カバーボールブルードットでございます。はい、ブルードットのカバーボールはあと15ポンドのみございます。旧エボナイト工場で作った伝説のブルードットですよ。9番食らっちゃったらもうさ、移動するしかないじゃん。バランス崩れたけど、よし、あそこだ、あそこをしっかり信じてバランス崩さないように投げれば安藤プロに勝てるんじゃないでしょうか。はい、さあボールはナノデス8ブラックです。さあいきますよ。4フレ、うわー、ナイス天品だよ。見事にタップ、4フレでもう2回タップとか、やばいな。あ、やばい。はい、ミスです。ボールが落ちました。見事な直進力で天秤の右側に行きました。まあでもボールがストライク取ってれば大丈夫です。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。さあ気を取り直して5フレ、よし、はい、5分の3、5分の3ってことは10分の6ですね。いや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 、ここから全部ですよ。さあ6フレ、よし、なのです天秤飛ばして、あー出すぎ出すぎ出すぎ、セーフ。8ポンドのコアいい感じでございます。さあ
あと4フレーム全部くれば10個、ね、頑張りましょう。優しいリリース。うっそ、今の天ピン、あのピンの飛び方、何、なんであれ飛ばないの。危ね、直進力が強すぎて思ってる以上に右に行きます。カバーボール曲がっちゃう人はブルードットおすすめです。なんせ高度が95度あります。カッチカチですよ。なんかジャストでバーンっていうアクションがないですね。ストライク5個、はい、あと9点大事、頑張りましょう。安藤プロもストライクいっぱい持ってきますからね。さあ、ここからは自分との戦いです。いきます。あ、うちだ、うち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 、危ない。娘の方が強いのかな、なのです。球が出てからの薄めじゃなくてオイル使っての薄め。まああと手振れです。薄めなんか狙わずにジャストで締めましょう。26個、はい、全部で持ってくれば9個です。なんなあの4番ピ、あの4番、前に倒れる4番って何ですか。やっぱちょっと薄め。スーパーラッキーが続いております。気持ちだけ、気持ちだけでストライク7個、あと2個いきます。そろそろジャスト、来い、イエーイ。必ず最後に4番ピンが倒れてますが、ストライクはストライクです。さあラスト、ボーリーグは点フレが大切です。パンチアウトしますよ。え、でも同ピンでしょ、同ピンで同数でしょ、スコアだと思います。あ、どうなんだろう。とりあえず持ってきますよ。忘れちゃった、立ってた場所。ジャスト9とかじゃないから。よし、行きますよ。完璧でしょ、イエーイ。ということで、テンピ1回ミスりましたが、ストライクが9個、227ピンです。ですよね、はい、そうだと思います。はい、ということでエンディングに行きたいと思います。はい、ということで1ゲーム投球が終わりました。結果はストライクが9個、227ピンでした。はい、安藤プロとの対戦なので、多分
負けちゃったんじゃないかなと思うんですが、はい、次に向けて頑張りたいと思います。前回全然ダメでストライク、はい、今回ストライクの数また上がってきたので次につなげていきたいと思います。また応援よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。